はい、どうも皆さん、こんばんは。WD23 スタジオズでございます。本日はですね、6月6日にオープンした東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルの方に宿泊してまいりましたので、そちらの様子をですね、皆さんにお伝えしていこうかなと思います。今回宿泊したのが東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルの中でも、ファンタジーシャトルでね、デラックス棟の方になります。グランドシャトルのね、ラグジュアリータイプの方もありますが、今回ファンタジーシャトーとなりますので、皆さんにこちらのファンタジーシャトー、そしてファンタジースプリングスレストラン、そしてグランパラディラウンジというね、素晴らしいラウンジがありましたので、そちらの方で、ね、皆さんご紹介していきたいなと思います。ついでにね、この攻略方法とかもお伝えしていこうかなと思いますので、それではね、早速お楽しみください。どうぞ。こちら東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテル、どこにあるかというと、今ありましたベイサイドステーションというね、ディズニーリゾートラインのモノレールの駅から上がっていきます。こちらファンタジースプリングスエントランスというファンタジースプリングスに入るためのパークエントランスがありまして、その左横のところですね、ここ階段、そして今左側にあったのがエレベーターがありますけども、そこをね、上がっていくとあります。この先にありますのが車寄せドームですね。まあ私の動画見ている方はね、ご存知の方多いかなとは思うんですけども、ここもね、こう BGM が鳴り響いていて、本当にこう素晴らしい空間となっております。はい、そしてここ階段上がりきると後ろに広がるのはオフィシャルホテルと、そしてトイストリーホテルがありますけども、そしてベイサイドステーションがありまして、ここがねパークエントランスとなっております。この先にあるのが車寄せドームなんですけども、この車寄せドームも本当に造形が美しいんですよね。はい、そしてここがエントランスからね、上がってきたエレベーターのところになっております。エレベーター上がってくるとね、今のところまで上がってきますね。そしてこの車寄せドームの屋根のね、下のところ、本当にこう美しい花のライトがあります。ここね、バス停あるんですけども、バスはね、止まっている様子はね、私滞在中はなかったですね。はい、そしてここが車寄せドームの美しい花となっております。はい、そしてね、ファンタジースプリングスライナー奥に見えましたけども、ここの車寄せドームの下見ていきましょう。はい、こちら花のドームでございます。いやー、本当にこのライト、以前ね、私動画で映したことあったんですけども、いや、間近で見ると本当に綺麗なんですよね。花が咲いております。夜もね、本当にこう美しい様子が見ることができますね。はい、そして車寄せドームの脇にありますのが、ここなんと、ミッキーの巨人退治のキャラクターロックがありまして、こちらもですね、なんと魔法の泉となっております。こちらの方はですね、ファンタジーシャトーの客室になっておりまして、客室からもね、このミッキーの巨人退治のキャラクターロックが見ることができるようになっているようですね。いや、ここもね、特にここ BGM 鳴ってないんですけども、水が流れる音、本当にこう美しく鳴り響いておりますので、いやもうね、癒されるんですよね。いや、本当にいいです。ぜひね、こちら、ファンタジースプリングスホテル、泊まった際にはね、見に行っていただければなと思います。花とかね、植物がね、咲いておりまして、水も流れていて、本当に美しい景色がね、広がっております。はい、それではですね、こちら、ファンタジースプリングスホテル入っていきましょう。はい、こちら、はい、扉くぐるとあるのが、まず、トンボのライトなんですよね。ここもまたね、本当に美しいですよね。そして、右側行くとあるのが、グランドシャトーの入り口になるんですけども、なんとここ、エントランス入って、まず、広がる、床も美しいですがね、はい、ここ、グランパラディラウンジ、メイントドームなんですよね。いやー、美しいです。もう美しいしか出てこないですよね。ごめんなさい。この動画美しいばっかり言ってますが、いや、このね、ほんと一つ一つの造形、まあ装飾も含めてね、本当に綺麗なんですよね。まあこのグランパラディラウンジ、この空間で、
紅茶だったりとか、お菓子、パフェなんかを楽しむことができるというね、素晴らしいラウンジとなっておりますので、こちらはね、また詳しく後ほどね、お伝えしていこうかなと思います。そして右側行くとあるのがこちら、絵画がありますね。そしてその先にありますのが、グランドシャトーの入り口となっておりまして、グランドシャトーの宿泊者限定で入ることができるようになっておりますね。今回ね、ファンタジーシャトーの宿泊なので、あ、扉開きましたがね、はい、こちら入ることができないようにはなっております。そしてこの先入り口の左側になるのがベルデスクとなっておりまして、荷物の預け入れなんかができるようになっております。はい、そしてこちらグランパラディラウンジ正面に見て左側の方がファンタジーシャトーとなっております。こちらファンタジーシャトーと書いてありますけど、こちら進んでいきましょう。まずあるのがここね、はい、ディスプレイに書いてあります、東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテル、そしてグランドオープニングの文字ですよ。もう6月6日にオープンしたばかりですね。いつまで表示されているかわかんないんでね、ぜひねオープン間近に宿泊した際にはね見に行っていただければなと思います。このグランドオープニングの文字ね、いろんなところで見ることができます。そしてこちらラウンジになっておりまして、この辺でねこう座ったりして待ったりすることができるようになっております。そしてここはプリンセスと魔法のキスのルイスがいますけども、そんな絵画が飾られております。いやもうこのカーテンもですし、あとはね天井に先ほど映しておいた、まあ、ライトも本当にまた美しいんですよね。そしてこちらこのラウンジから出ることができるテラスですね。ここからはファンタジースプリングスの景色が一望することができます。本当にここからの景色がねまたまた素晴らしいんですよ。そしてこの辺もねライト見てください。この花のライトですよね。ハスの花なのかなんか睡蓮の花なのかちょっとねわかんないんですけども、こちらねありますね。そしてこちらはテレビがねあって、ディズニー作品なんかがね上映されておりました。私が行った時にはねアナと雪の女王と、まあ、リトルマーメイドがね上映されておりました。そしてこちらね行ってみましょう。ローズコートでございます。まあ、ローズコートは中庭になっておりますけども、この左側行くとローズコートですね。まずこちらテラスの方から見ていきましょう。ファンタジースプリングスの景色ですね。もうね、この景色、私ほんと大好きになりました。ここからね、ファンタジースプリングスの各エリア、アレンデール、ネバーランド、コロナ王国のね、そのすべてが見ることができるね、美しい風景が広がっております。昼もこんな感じで美しいんですけども、夜もまたね、たまんないんですよね。まあ、そしてこのファンタジースプリングスのホテルのこのロックアークとかも、あとは建物ね、間近で見ることができるの、そういった場所となっております。そして扉抜けて左側のこの先にあるのが美女と野獣のキャラクターロックとなっております。美女と野獣のキャラクターロックもね本当にこうここも美しいキャラクターロックとなっておりますね。まあ、ファンタジースプリングス内ねいろんなロック枠があります。キャラクターロックがねあるんですけども、まあ、こちらね美女と野獣のキャラクターロックになっておりまして、ベールとか野獣とかねコグスワーズ、ルミエルとかね、もう美女と野獣のキャラクターがこちらに勢揃いしているというね、そういった場所となっております。いやー、これもね、また昼と夜とで全然違う風景が広がっておりましたので、またね、こちら昼と夜、どちらもローズコートに行っていただくといいんじゃないでしょうか。ここはね、宿泊者限定の場所となっております。もちろんね、このファンタジースプリングスホテル内宿泊者限定でね、入ることができるようになっておりますので、まあ、ファンタジースプリングスレストランをね覗いたこちらの場所がねファンタジースプリングスホテル宿泊者のみの特別な場所となっております。はい、それではですねこちらグランパラディラウンジの左側下っていきます。こちら階段となっておりまして、降りることができるようになっておりますね。私たちがいたフロアが3階になっていて、そして今2階に降りております。その下がね1階になっていて、パークと同じような高さになっておりますね。そしてここ
この絵が素晴らしいんですけども、こちらですね、エリック・ロビソンさんという方が描いた40周年の記念アートとなっております。東京ディズニーリゾートの40周年記念アートということでね、限定のこちら絵画となっております。こちらの絵画見れるのはここだけになっておりますので、ぜひこのホテル泊まった時には行ってほしい場所ね、見に行ってほしい場所となっております。ちなみにグランパラディラウンジの当日予約もあそこの絵画の前でね、受けておりました。そしてこちらがファンタジースプリングスレストランとなっております。こちらがファンタジースプリングスホテル側の入り口となっております。そしてね、こちらいろんなアートがね、ここにも描かれております。おそらく、ダッチェス公爵夫人がね、描かれているものになっておりまして、ファンタジースプリングスを見つけた当時なんでしょうかね、そういった様子が描かれております。そしてその裏手のところにあるのが、おそらくこれがですね、いろんな王族たちが招かれた様子じゃないかなというふうに思っております。こちらのファンタジースプリングスホテルに関しては、グランドシャトー側がこのダッチェス公爵夫人が建てた別荘となっておりまして、ファンタジーシャトーがより多くの客を招くために建てられた建物だそうですね。こちらのファンタジースプリングスホテル全体はですね、ダッチェス公爵夫人が建てたものということですね。はい、こちらファンタジースプリングスレストランの横にあるのがメダルダイパーとスーベニアメダルのメダリオンとなっております。ここのね、本当にこう奥まったところにあるので、見逃しちゃう人もね、結構多いかもしれないんですけど、こちらにあります。こちらのメダルダイパーではなんとラプンツェルとバンビ、そしてティアナがありますね。ここに文字入れたりしてね、作ることができる記念のメダルとなっております。そしてこちらスーベニアメダルとなっておりまして、ミッキー、ミニー、ベール、そしてこちらファンタジースプリングスの柄となっておりますね。ぜひ作ってみてください。はい、それではですね、こちらのファンタジーシャトーのロビーラウンジの方からファンタジーシャトーの客室に向かっていきましょう。こちらに関してはファンタジーシャトーに向かうための廊下のようなね、場所となっております。途中にはですね、トイレだったりとか、あとはジョイフルスプリングスというね、コンビニのようなものがあります。今あった場所がね、デリバリーサービスなどが行われている場所となっておりますね。電話だったりとか AD なんかもあります。で、こちらの廊下にもやはりアートがね、描かれておりまして、ここおそらくアレンデール城のアートなんじゃないかなと思います。そしてこの辺もね、おそらくファンタジースプリングスの様子であるアートなんかが飾られていますね。そして今あったのがジョイフルスプリングスですね。こちらレストルームとなっております。ジョイフルスプリングスに関してはね、コンビニのような場所となっておりますので、いろんな軽食だったり飲み物、そういったものがね、こんな感じで揃っていますね。簡単なものだったらね、こちらで揃いそうな印象であります。そしてこの先行きますとあるのが、いろんなね、ここ花壇だったりとかね、グリーンアートとなっております。この辺もね、歩いてみるだけではもったいないぐらいに、本当に見応えのあるアートが広がっております。はい、そしてここ広がるところ見てください。吹き抜けですよ。もうすごい高さですよね。9階にわたる高さがね、ここ吹き抜けになっておりまして、本当に見応えがあります。迫力ありますよね。そして左側、右側にそれぞれ、クジャクと、そしてね、この木のアートがありますね。もう本当にこれをね、室内で表現しているわけなんですよ。本当に美しいですよね。そしてこの先吹き抜けをね、ここを通り抜けていきますとあるのがエレベーターホールとなっております。以前ね、新スペースマウンテンの様子を挙げましたけども、こちらからね、新スペースマウンテンの工事の様子とかも見ることができるようになっております。
はい、それではですね、ちょっとエレベーターで上がっていきましょう。今回はファンタジースプリングスホテルファンタジーシャトーのローズコートパークビューというね、お部屋になっております。ちなみに7万6000円、私がね、宿泊した時はかかっております。こちらね、ミッキーかと思いきやね、謎の男性の声となっております。このエレベーターホール抜けたところもね、非常に美しいね、花のライトがありますね。はい、そしてこちらのエレベーターホールを抜けていきますと、先ほど見ていたこちらの、はい、吹き抜けでございます。一番上のね、まあ、今回9階フロアから見ておりますけども、本当に圧巻ですよね。まあ、天井の壁画もなんですけども、本当にこう素晴らしいね、空間がこちらには広がっております。各階で、まあ、こちら紙のアートがあったんですけども、アートもね、それぞれの階で全然違うデザインとなっておりました。そしてこちら上から見た、ここね、車寄せのドームとなっておりまして、ミッキーのね、巨人退治のキャラクターロックもこちらから見ることができるようになっております。そしてこちらの窓から見えるのがローズコート中庭となっておりまして、こちらね、客室とかもありますけども、この先見てみてください。ファンタジースプリングス、そしてね、東京ディズニーシーが見ることができます。いや、この景色ね、本当に素晴らしかったです。はい、それではですね、こちらファンタジーシャトーを歩いていきましょう。こちらファンタジーシャトーの廊下には4つの絵画があります。白雪姫がこちら1つ目となっておりまして、その向かいにあるのがこちら、オーロラ姫、ブライアローズの絵画となっております。この廊下もね、この絵画見るだけでも本当にこう歩いてて楽しいですよね。そしてこちらね、バンビの絵画となっておりまして、その向かい、なんとこちらティアナですね。またまたやってきました。ティアナ要素でございます。こちらもね、本当にこう美しい絵画が広がっております。やはりね、天井のこのまた電気も本当にこう美しいね、電気となっておりますので、まあ、絵画見るだけじゃなくてね、まあ、天井だったりとか床のデザインのね、壁のデザインとかもね、見ながら歩いていただくと楽しいんじゃないでしょうか。はい、それではですね、客室見ていきましょう。私が泊まったファンタジーシャトーローズコートパークビューのお部屋となっております。こちらですね。はい、美しいですよね。そしてこちら、棚、見てみてください。ラプンツェルの絵が描かれております。やはりね、こう、ファンタジースプリングスらしさっていうものが非常に感じられるね、部屋となっております。こちらの鏡も本当に美しいデザインですよね。そしてこちらテレビもありまして、まあ、ソファーとそしてベッドもあります。グランドシャトーと違って本当にこうファンタジースプリングスの自然がねこちら感じられるようなデザインがあります。そしてこちらパスカルね、キャラクター要素もしっかりとある、まあ、子供も楽しめるし、まあ、大人私もね本当にこう楽しめたね、そういった部屋でした。まあ、グランドシャトーよりも、まあ、正直ね、まあグランドシャトー見てないんですけどね、ファンタジーシャトーの方がね正直なところ、まあ、部屋の好みとしてはねこちらの方が好きだなぁなんて思っております。そしてこちらねエコバッグも2つ付きましたね。ちなみにエコバッグ2000円で追加で買うことができます。それではねこの中見ていきましょう。中は何あるんでしょうね。お、グラスとかカップソーサーとかねあります。そして UCC のねコーヒーもなんとこうドリップになっておりますね。まあ、他のディズニーホテルもねドリップタイプになってるみたいですけども、そして、ね、水がねちゃんと4本入っております。グランドシャターはねなんかミニバーでいろんなものがね飲み物飲めるようになっておりますが、ファンタジーシャターはお水のみとなっております。はい、ここはね氷とかあとは、まあ、お湯をね沸かすための機械もありますね。そしてこちら行きますと洗面所ですね。ちょっと鏡はね私映っちゃうので映せないんですけども、はい、こちらいろいろありますね。まあ、ここ歯ブラシとかね、まあ、その以外に石鹸とかありますけども、まあ、ここもねグラスがしっかり置いてありますね。まあ、歯磨きするときとかねこちらのコップ使うといいんじゃないかなと思います。そしてこちらルイスがね見づらいけどちょっとこちらにねルイスがいます。さあこちらお風呂もね一応入っていきましょう。今電気つけましたが、
こちらの中、はい、こんな感じですね。まあ、ここはね、まあ、ファンタジースプリングスらしさはあるんですけども、キャラクター要素とかはね、お風呂の中はなかったです。こちらね、シャンプーとか顔が使われておりました。割とね、なんか髪の毛がサラサラになったっていうのがね、非常にこう、印象的なシャンプーでしたね。まあ、めちゃめちゃサラサラでしたね。はい、そしてこちら、トイレとなっておりますね。トイレは特になんかこれと言ってなかったですね。まあ、綺麗めのなんかスッキリしたね、トイレとなっております。シンプルですね。はい、扉閉めて次に見せるのがこちらの鏡の上にいます。レイですね。まあ、これもですね、プリンセスと魔法のキスのね、要素となっておりますが、まさかのレイがいます。いやー、これ見たときね、感動しました。いやー、いいですよね。ここにレイがいるってね、我々のお風呂を灯してくれております。そしてこちら、よくあるね、こう、ポストカードとなっております。まあ、2枚ずつね、それぞれデザインのものが入っておりました。そして、ついに行きましょうか。こちらカーテン開けてみましょう。景色はどうなのか。はい、こちらですね。こちらがファンタジーシャトローズコートのパークビューの景色でございます。下にはね、ローズコート美女と野獣のキャラクターロックがありますけども、この先にも8階なのでめちゃめちゃ景色がいいですね。まあ、ネーバーランドマウンテンもしっかり見えるし、アレンデルの街だったりとか、その他ね、奥にプロメテウス火山も見えますね。ここはね、アレンデルの街で、まあ、ちょびっとね、ここはアレンデル城とか、あとは奥にね、ラプンツェルが閉じ込められている塔が見えます。ラプンツェルのね、歌声こそ聞こえないんですけども、こんな感じでね、遠くに見えるラプンツェルの塔、非常にいいですよね。まあ、ここからの景色、まあ、個人的にはね、なんかこう、いい距離感で良かったです。ファンタジースプリングスとね。扉を開けるとね、まあ、外からね、こう、音楽が聞こえるような感じで、もう本当にこう、ファンタジースプリングスとね、適度な距離感があって、まあ、ファンタジースプリングスホテルに泊まってるんだっていうね、そういった実感が湧きます。まあ、テラスとかもね、いいんですけども、私的にはね、こちらの距離感がね、めちゃめちゃ好みでした。はい、ちなみにですね、こちらラプンツェルの棚中見ていくと、はい、こんな感じになっておりまして、はい、ここにはね、荷物置きとか、あと枕の予備とかね、ハンガーとかあります。そしてこちら、大人用が4つスリッパあって、子供用がね、2つのスリッパあります。まあ、もちろんね、私ちょっとこちら持ち帰っております。空港とかね、飛行機とかでね、使うのにめちゃめちゃ便利なんですよね。それではですね、じゃあ、レストラン見ていきましょう。まず最初にご紹介するレストランがファンタジースプリングスレストランとなっております。こちらファンタジースプリングスのエントランスがね、ありまして、そちらから入ることができるようになっております。こちらにもね、アレンデールのね、絵画ですよね。いや、これもね、またいいですね。フィヨルドがね、本当に美しく映える、そういった絵画となっております。こちらでもね、パークチケットとかね、認証しながら出入りすることができるようになっておりますね。はい、そしてこちらエントランス抜けていくとあるのが美しいシャンデリアと、そしてここがね、お会計とかね、予約の受付とかを行っている場所となっております。それではですね、ファンタジースプリングスレストラン入っていきましょう。ファンタジースプリングスレストランは3種類の部屋に分かれております。ディズニー作品をモチーフとしておりまして、ラプンツェル、眠れる森の美女、白雪姫と入り口からね、そのような形で順番になっておりまして、ここはね、ラプンツェルのお部屋となっております。ラプンツェルの、まあ、塔とかね、描かれたそういった絵画が印象的な場所となっておりますね。ここもね、本当にこう美しいので、一つ一つね、写真とかを撮りながら、まあ、行っている人とかね、本当にたくさんいます。そして続いてあるのが、この辺がね、料理をね、作っている場所、そして、まあ、ここは料理をね、提供しているビュッフェ台となっております。キャストさんも手振ってくれてますね。ありがとうございます。はい、いいですね。いい笑顔でした。そしてこの辺がね、ソフトドリンクとかが置いてある場所ですね。コーヒーなんかもあってね、私コーヒーたくさん飲んでおりました。そしてここはね、富士の花をね、テーマとしている、まあ、場所となっておりますね。丸い部屋をね、囲うような形で客席が並んでおりました。続いてのお部屋が眠れる森の美女のテーマのお部屋となっております。私たちもこちらね、今回眠れる森の美女のお部屋で食べさせていただきました。もう一つ先にも眠れる森の美女のテーマのお部屋もありまして、こちらはですね、お城から森を眺めるような感じのお部屋となっております。
そしてこちらが白雪姫をねテーマとしたお部屋となっておりまして、本当にこう各それぞれのお部屋全然雰囲気が違いますよね。はい、それではですねビュッフェ台見ていきましょう。こちらはですね味噌汁とお米をね分ける機械となっております。まさかの機械で分けるあの話題のねあのロボットとなっております。そしてこの辺もね本当にこう一つ一つがね美しい料理が並んでおりますね。本当に味も美味しいんですよ。見た目も美しいし味も美味しいね、そういったまあビュッフェのメニューでありました。このパンもね本当に美味しくて、メロンのパンが私個人的にはねめちゃめちゃ美味しかったですね。そしてこの辺もねあのホットなあったかいねあの食べ物が並んでおります。そしてこちらではねライブキッチンになっておりまして、マグロの頬肉のステーキとあとはねあのローストビーフがね配られておりました。そしてこちらはねあのなんとお誕生日の方とかがいたらお部屋の人たち全員でお祝いするとそういうイベントがね開催されておりました。そしてあのそのお部屋の人たちにケーキが配られるってね本当にもうありがたいですよね。まあ、特に私たちはねあの誕生日のやつとか頼んでないんですけども、それでもねあの一緒に食べることができるということですね。こんな感じでみんなでハッピーバースデーを歌って、まあ、お祝いするというね、まあお祝いされる方もですし、お祝いする方もね楽しめる、そういった本当にこう楽しいイベントをねやってくれております。ファンタジースプリングスレストランは今回ディナーで入ったので1人7000円の料金となっておりました。続いてのレストランがめちゃめちゃ個人的に満足度が一番高かった場所です。グランパラディラウンジです。いやー見てくださいこの景色、いやー本当に、まあ、この空間が全てもう本当に素晴らしいですね。美しい景色が広がっております。まあ、このね、まあ、先ほど外から見た場所だったんですけども、この中に入ってもねこの大きな窓から見えるこのファンタジースプリングスの景色ね、本当に特別な体験でしたね。やはりこのメイントドーム素晴らしいんですよ。建築的にもね本当に美しい建築となっておりますので、この曲線といいねもう本当に窓の作りといい、いや何なんでしょうね、もう本当に最高ですね。ちなみにこちらのメイントドームに関してはファベルジェエッグというね、まあ金とかあとは宝石で装飾したものをモチーフとしたね形となっているようです。そしてこちらではね紅茶をメインとしたものがね提供されておりまして、本当にこう美しいね料理そして飲み物の数々が楽しむことができます。もちろんお酒もありましたので、お酒好きな方はねこちらも楽しむことができます。はい、こちら私がね今回頼んだパフェオショコラとなっております。3500円のパフェなんですけども、本当にこれがね食べるのもったいないぐらいのねこの造形ですよ、もう芸術ですよね。味もねめちゃめちゃ美味しいので食べるのもったいないんですけど、もうねスプーンを入れたらもうすぐなくなっちゃいます。めちゃめちゃ美味しいですね。紅茶と本当に合うそんなパフェオショコラとなっております。そしてもう一つパフェオショコラと共に頼んだのが生ハムとエッグスプレッドのタルティーヌというね、まあサンドイッチですよね。そしてサラダと、そしてこちらのスープがね、ついたもの2800円となっております。こちらもね、本当に美味しかったです。もうね、この料理がね、めちゃめちゃ美味しいんですよね。もう紅茶も美味しいんですけども、料理も美味しいんで、無限に本当にこう痛くなるような、そんな空間ですね、もう。いいです。ぜひおすすめとなっております。そしてもう一つ、私はね、今回お酒飲まなかったんですけども、こんな感じでね、お酒をね、並べるような、そういったサービスがありました。ワインとか、じゃあシャンパンとかもありますし、日本酒なんかもね、置いてあって、まあ、ここでね、提供されているようなお酒が、こんな感じでね、見ることができるようになっておりました。今回飲み物と合わせてね9000円ではあったんですけども、めちゃめちゃ満足度の高いそういったねレストランとなります。一番おすすめのレストランです。さてそれではね夜のローズコート見ていきましょう。こちらが夜のローズコートの入り口となっております。ここはい出ていきましょう。音を聞いてみてください。 BGM とともに水の音、そしてね虫の鳴き声が聞こえますね。本
当にこのね、音から楽しめる、五感で楽しめますよね。目で見て、そして聞いて楽しむ。触ってもね、本当にこう、美しい空間が広がっておりまして、こんな感じでネーバーランドマウンテンもあるし、そしてアレンデール城なんかもあるしね、本当にこう、美しい風景がね、こちらの3階のファンタジーシャトーロビーのところから出たところでね、本当に見ることができますので、ぜひ、ここをね、朝、昼、晩、すべて楽しめます。もうずっとここにいてもいいぐらいね、ファンタジースプリングスホテル泊まったらね、行ってほしい、そういった場所となっております。下手したらもうグランドシャトーよりもね、めちゃめちゃいい景色なんじゃないかなって思ってしまいました。まあ、グランドシャトー泊まってないんですけどね。まあ、もちろんグランドシャトーもいい景色なんでしょうけど、ファンタジーシャトーもね、負けてないですよっていうところもね、お伝えしていこうかなと思います。まあ、ディズニーホテル、まあ、ディズニーランドホテルとか、あとはディズニーホテルミラコスタとかね、あるんですけども、まあ、そこのね、同じ価格の値段払うんだったら、私はね、もうこのファンタジースプリングスホテル泊まったいなって思うぐらい、本当にこう、いい体験をね、させていただきました。まあ、こんな感じでね、閉園時間を迎えた後もここにいることができますし、まあ、やっぱり、パーク一体型のホテルの強みというのがね、まあ、こちらでは感じることができました。まあ、21時を過ぎると、まあ、こちらのパークエントランスがね、使えないということで、ちょっとこう遠回りになってしまうというところもあるんですけども、やはりこのパーク閉園してからも、このパークのね、ファンタジースプリングスの景色、音楽、風景をね、楽しめることができるというのが、もうこのファンタジースプリングスホテルの強みなんじゃないでしょうか。そしてこちら、ローズコートにある美女と野獣のキャラクターロックの夜の様子になります。まあ、バラの花がね、美しく輝いておりますね。さて、お部屋からの様子はどんな感じなんでしょうかということなんですけども、こちらがね、もうローズコートのパークビューから見たファンタジースプリングスの景色でございます。こちら閉園後だったかな、多分撮影したのが。まあ、閉園後でもこうやってね、ライトアップとかしてくれてるんですよ。一部ね、メンテナンスで滝が止まったりっていうことがね、あるようなんですけども、基本的にはこうやってね、ライトとかね、つけてくれております。BGM はね、さすがに夜止まっておりましたが、まあ、このような形でライトアップね、しっかり夜までやってくれておりますので、夜寝れないんですよ。寝ましたけどね、寝れないぐらい本当にこう景色をね、ずっと楽しんでいたいって思うようなファンタジースプリングスホテルからの景色でございます。はい。そして、まあ、夜も眠れないんですけども、朝見てください。こう朝日がね、当たるファンタジースプリングスの景色、いやー、これね、もう早起きしてこの景色を撮るだけにもう来ました。 いや、もう本当にいいですね。もうやっぱりこれがね、もうミラコスタの時も私こんな感じでね、もう早朝起きてね、景色見たりしておりますけども、ファンタジースプリングスホテルもね、同様にこんな感じで、まあ、朝早起きしてね、これ朝5時とか4時ぐらいだと思うんですけどね、こんな感じで朝日が当たるファンタジースプリングスの様子はもうこのファンタジースプリングスホテルからしか見れませんから、なかなかね、泊まることが今後ちょっとできないかなと思うので、しっかりとこのね、目で、そしてカメラで映させてもらった映像となっております。今回ですね、ワンデーパスポートファンタジースプリングスマジックを利用して、まあ、こちらね、パークをこの後入っていくんですけども、ホテルアーリー、そしてね、このファンタジースプリングスマジックをね、利用すると、本当にこう、暇がないぐらい、もうファンタジースプリングスをね、楽しむことができますので、初見の方はね、ファンタジースプリングスマジックを購入していただくことをお勧めします。はい、こんな感じでね、もう人がいない、まあ、アーリーの、まあ、さらにね、このファンタジースプリングスっていうことでね、もう本当にこう楽しい空間が広がっておりますので、まあ、おすすめですね。もう25,900円とかね、まあ、高い値段するんですけども、本当にこうおすすめのね、まあ、パスポートになっておりますので、何回もしかもね、優先レーンを使えるという、まあ、アトラクションをね、まあ、ピーターパンのネバーランドアドベンチャー、アナとエルサのフローズンジャーニー、ティンカーベルのビジーバギー、そしてラプンツェルのランタンフェスティバルということでね、まあ、本当にこうすべてのアトラクションをこのファンタジースプリングスマジックはね、利用することができますので、ぜひファンタジースプリングスマジック、ディズニーホテルね、このファンタジースプリングスホテル利用している方限定となっておりますので、ぜひ利用してみてください。バケーションパッケージもね、一部このファンタジースプリングスマジックのパスポートはついてくるかなと思います。
ちなみに今回ですね、こちらファンタジースプリングスホテルをね、宿泊して使った費用はですね、ファンタジーシャトーが76,000円、グランパラリーラウンジが9,000円、ファンタジースプリングスレストランが14,000円、プラスアルコールをね、飲んでおります。そしてファンタジースプリングスマジックが23,900円、かける2名で47,800円、そしてエコバッグが2,000円。ホテルのみで148,800円ね、まあかかっているんですけども、約15万円ね、使っておりますが、それでもね、まあ非常にこう満足いくね、濃厚な2日間を過ごすことができました。まあ、ワンデーパスポートでもね、普通に楽しめるんですけども、ファンタジースプリングスホテルでね、この特権をね、使わせてもらって、まあ、アーリーでね、ここ入って、まあ、楽しむことができました。本当にこう、人がいないね、こう、静かな空間が広がっておりますね。午前中はね、特にこのファンタジースプリングスホテル、アーリー使わなくても本当にね、こう、ゲストが少ないファンタジースプリングスのね、貴重な体験をすることができますので、ぜひ、ファンタジースプリングスホテル、そしてね、このファンタジースプリングスを楽しむ、まあ、最初の第一歩としてね、まあ、ファンタジースプリングスホテル宿泊して楽しんでいただければなと思います。それではですね、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルの、まあ、いろんなね、まあ、施設を利用させてもらいましたけども、宿泊した客室、そしてファンタジースプリングスレストラン、グランパラディラウンジということでね、皆さんにお伝えさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。値段、まあ、15万円ということでお伝えしたんですけども、値段以上のね、本当にこう体験をすることができたなということで、まあ、今回まあめちゃめちゃ満足しております。ちなみに1日目2日目とファンタジースプリングスのあのパークエントランスのところはね、使わせてもらったんですけども、どちらもそこまでね、混雑することなく、まあ、直前に並んだんですけども、意外とね、スルスルと入ることができて、1分以内にね、本当に入ることができましたので、まあ、東京ディズニーシーのエントランスからね、入るよりは、このファンタジースプリングスホテルのね、パークエントランスから入っていただくのが、まあ、非常におすすめなんじゃないかなと思います。まあ、宿泊チェックイン日でもチェックアウト日でも利用することができますので、まあ、チェックイン日に関してはファンタジースプリングスホテルか、あとはですね、舞浜駅の近くのディズニーリゾートのウェルカムセンターで宿泊証明書を受け取っていただくと、まあ、パークチケットを持っていればその宿泊証明書を提示してパークに入ることができます。ファンタジースプリングスホテルのパークエントランスからパークに入ることができますので、ぜひ利用してみてください。それではですね、この動画いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。私、WD23 スタジオーズはですね、SNS、Twitter、X、Instagram、Threads、そしてブルースカイの方もやっております。そちらのフォローの方よろしくお願いいたします。そして、2024年中にチャンネル登録者5000人突破目指しておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではですね、素敵なファンタジースプリングスホテルでの滞在をお楽しみください。じゃあね、バイバーイ。